それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴつないぜ、凌介。あいつを本気にさせると怖えってことがつくづく分かったぜ。東道塾の実力が昔より落ちてるんじゃないかな。いや、それはねえな。俺にだって東道塾の OB に知ってる奴が何人もいる。さっきの5万系は歴代の塾生の中でもトップ3に入るって言われてる奴だ。わずか1ヶ月であの猛者たちと互角以上に渡り合えるほど成長しているのか。プロジェクト D のドライバーは、ま、ここからじゃほとんど見えねえけどな。レールが繋がってるからここにしたけど。やっぱ普通にギャラリーに行った方が良かったな。どの速度からでも最加速が半端じゃねえ。バーニア制御が効いてんのか。テイボワイザー兄貴、どうすっかな。ついてこいよ。俺の仕掛けたトラップはもう始まっているんだ。東道塾のいやらしさを見せてやる。大輝の仇は俺が取るぜ。
200系と大出力電動機の組み合わせは大正解だった。描いていたイメージ通り、重い構成車体に超多段バーニア制御、全電動車編成のおかげで粘着力不足に陥ることはない。上り勾配をグイグイと引っ張るこのトルク、重量の影響がコーナーリングでもろに出るのがなんだろうな。じゃじゃ馬ぶりが実感できてかえって面白い。ついてこいよ、東道塾のいやらしさを見せてやる。はっ、バッカじゃねえのこいつ。OB の先輩たちも焦ってたけど、大輝が負けちまうほどの相手ならリュークライムも苦戦してんだろうな。いや、酒井さんなら大丈夫だろう。俺が負けた最大の理由は油断だからな。相手のレベルが高いと分かっていればそれなりの対応ができる。そうだな、序盤から決めに行くだろうな。だとすれば今頃は顔つきが変わってるだろうな。結構不気味なんだよな、あれ。俺一回酒井さんの天井で見たことがあるけど、集中力高まってテンション上がってくると目がつぶらになって口元が引きつり、坊主頭から鹿の角が生えてくるんだぜ。俺が見た時は目が二つに口が二つ、手が一本に足六本だったぜ。俺はやっぱり最後に苦いお茶が一杯こぼす。全員バラバラじゃねえかよ。どんな謎の生き物なんだ酒井さんは。っていうか落語が混ざってねえか。よし、整理しよう。あ、そうそう、もうちょっと目が。口元はもっと引きつった感じ。うむ、なるほど。悔しいです。それでついたあだ名がスマイリー酒井って、なぜか。スマイル全然関係ねえじゃん。とにかく、その時の酒井さんはバカッパヤだよ。すげえハードル上げられた気がする。普通ですんません。
げえな。迫力あるぜヒルクライム。 210F が8200に食いつかれてるぞ。本気出しても逃げれないのか、あの酒井が。いや、駆け引きはないし、何でもできるからな、酒井は。絶対何か企んでるだろう。百戦錬磨の東道塾の代表が立て続けに二人もやられるなんて考えられねえよ。さすがに走り込んでる地元はすげえと思ったから、ようやくつかめてきたぜ、こいつのリズムが。いいドライバーだな。俺のラインとタイミングをうまく掴んでついてくる。だがそれが命取りだ。ぽっかりと口を開けた落とし穴がお前を待ってるぜ。列車を走らせるとき、ドライバーが行う操作というのは基本的にマスターコントローラーとブレーキ弁による立行ブレーキの指令だけだ。それらの操作を複雑に連携させながら、ドライバーは1両で30トンを優に超える鉄の塊を意のままに操っている。運転に重要なものは何よりも操作のタイミングとリズム。タイミングが狂い、リズムが乱れたとき、車の挙動は大きく乱れる。
くれ。よっしゃあ、行けた。どう？ついてくる。気のせいじゃねえのか。徐々に近づいてくる。逃がさねえぞ、東道塾。まさかあれを立て直すとは。人間離れした運動神経だな。東道塾のメンツにかけても負けられない。何が何でもこのままゴールするぜ。最終盤でも引き渡せないなんてありえねえぜ。頼む坂井、このまま逃げ切ってくれ。完全に食いつかれたか。だけど今はこの方が駆け引きが有利に使える。フェイントに見せかけてドリフトで頭を強引に抑える。そのまま突き放してフィニッシュだ。悪く思うなよ。今の俺は勝ちにこだわらなきゃいけない立場なんだよな。走ればなんてことのないこのコーナーが、まさにこんな形で重い構成車の弱点ともいえる上りの低速コーナーが出現すると、しかもこれでは加速体勢が取れない。強引なライン取りが裏目に出た。ちょっと進路を開けろ。そこをどけ東道塾。
参り。ダディ、マミ、美味しかったな、スマイリー。力及ばずだ、残念だ。スマイリー、こんな時はこうするんだ。悔しい。